普通のものが好き。基本的にじゃあ食べ物が好きってことだよ。うん。りょうちゃんにとって座右の銘、自分の中のこれはこれと。なんかいろんな言葉を与えられてというか言われてきたけど、ダンス何やってるんだろうとか結構昔思ったから、小学校の時でことわざとか勉強したりするじゃん。でそれを見つけて、あーこれ自分にぴったりだなと思って、もう それですね。